エルシノアは、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイのシリーズ商標である。CLSL シリーズに続く、デュアルパーパスモデルで、本シリーズは、ホンダ技研工業発の本格的にストロークエンジンを搭載するモデルに付与されたペットネームで、アメリカ合衆国カリフォルニア州で、毎年初夏に行われる、クロスカントリーレース、エルシノアグランプリに由来する。シリーズ内で、 モトクロス競技専用モデルとそれをベースに保安部品を装着した行動走行可能モデルが存在した。1972年9月26日に発表発売された 250cc クラス用モトクロッサー。同年のモトクロス全日本選手権シリーズに投入されていたワークスマシン RC250M を母体にした量産型競技専用モデルである。 数度のマイナーチェンジを実施して1977年11月26日にエルシノア CR250M2 にモデルチェンジを実施。しかし1978年11月1日のモデルチェンジでエルシノアのペットネームが消滅。1973年1月29日に同年3月から発売されることが発表された 125cc クラス用元クロッサー。 1976年1月17日のマイナーチェンジでエルシノア CR125M2 に変更。上述の 250cc モデル同様に1978年11月1日のモデルチェンジでエルシノアのペットネームが消滅。ホンダ CR も参照のこと。エルシノア MT250 ホンダコレクションホール所蔵者1973年5月9日。 発表、同月10日に 250cc クラス 125cc クラス同時発売された。エルシノア250エルシノア125とも呼ばれる。空冷にストローク6ポートピストンバルブ、単気筒エンジンは、日常の使い勝手を考えたチューニングや、潤滑方式の混合から分離への変更が、されているが、基本設計は共通でその他多くの部品でも、キャリーオーバーである。 デュアルパーパスモデルとして、行動走行用保安部品を装着するが、モトクロスレースへの参加も考慮し取り外し、再装着が簡単にできる構造としたほか、上述の CR シリーズ車と共通オプションも設定された。なお、イメージキャラクターには、スティーブ・マック・イーンが起用された。海外輸出も実施されたが、発売直後に第一次オイルショックが発生。また、 ホンダギ健康業発の本格的にストロークエンジンであったことからトラブルも多く販売不振に陥り1975年に後継モデルとして4ストロークエンジンを搭載する XL250XL125 へモデルチェンジされ生産中止となった。なお MT の社名は1979年に MT50 で復活し、後に MTX シリーズへ発展した。 ありがとうございます。